このまま。ほんと、なんでその顔。もっといい顔せねば。こんにちは、綾瀬はるかです。私が旅したのは、豊かな東北。暑くて冷たい、その秘密は川底に。お、でかい。三陸の海では、あんなでっかいの。突然現れたピンクの着物のひょっとこ、思わず私も92歳だよ。きーっと92歳。うお、マジか。内緒でこんなサプライズも。だって隣、綾瀬はるかさんだぜ。頑張れ。彼女いないっすね。欲しい。まあそれなりには華やかな文化もちょっぴり体験。すがるジャムセンじゃないの。綾瀬はるかのただいま東北スペシャルスタートです。三陸切手の港町、宮城県の気仙沼です。今年7月、元気な漁師さんたちを訪ねました。朝5時、魚市場は水揚げの真っ最中。ものすごい活気です。これ今何水揚げしてるんですか？カツオです。カツオ、いやーすごい。お、でかい。迫力の水揚げを私も撮影。うわ大量。うわー、目がいい。目が光ってるもん。まだ黒目がち。そうそうそう、これより鮮度のいいガイド。え、今ピカイチですか？ピカイチよ。あら、これね、こうほらこう腕広がるでしょ。はい、こう、はい、これ通称ここでトンボって言う。トンボ、トンボ、あの秋に飛ぶトンボに出るでしょ。はい、あトンボね。そう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 。毛がこう広がるでしょ。へえ。こう島の海のカツオ。ああ、カツオカツオ、マグロマグロ、カツオカツオカツオ。勉強になるよね。勉強になります、うん、もう一つ覚えたわ。はい。津波で大きな被害を受けた港は震災3ヶ月後に再開。水揚げはかつての6割まで戻ったそうです。でっかい。これ何キロあるんだ。上げてみて、上げてみて。思った。これね、17キロ。ジンベエザメと一緒に泳いだ。へぇ、カツオも全部。サメと一緒に。サメと仲良しなんですか。こう、おいしい。このまま、このまま。突然、漁師さんからのプレゼント。なんだかわかります？ほんと、なんでその顔。もっといい顔せねば。もっとちっちゃくしてあげたらいい。三陸名物、ホヤ。初めて食べる味と食感にびっくり。あ、だんだん美味しくなってきた。ホヤを食べさせてくれたのは漁師の佐々木雄一さんです。佐々木さんの船に乗せてもらうと、お、軽い軽い。うわー、あんなでっかいの。私の身長よりはるかに大きいメカジキ。重さどれくらいあるんですか？だいたい150キロ。150キロ。気仙沼はメカジキの水揚げ量日本一。震災後初めて水揚げされた時は町中に活気があふれました。旬は秋から冬にかけて、大きいものは300キロ、1匹30万円の高値がつくものもあります。
私の目の前で始まったのはメカジキの解体。ねえねえ、ちょっと切るのやらせて。あ、はい、どうぞどうぞ。切るの面白そう。ちょっと手袋やった方がいいですよ。重そぶんやってください。え、ほんと？重そぶんやってください。こんな感じでいいのかな。はいはいはい。あ、手危ないですよ。硬っ。ほん硬っ。ダメだ、お金。じゃあ、で感じます。気仙沼ならでは、新鮮なメカジキをお刺身でいただきます。これ、いってみて。美味しそう。美味しい。おしーちゃん、おしーちゃん。脂身がたっぷりですね。もう一つ、もう一切れいただき。うめ、うめ、うめ、うめ。あんまりよくカジキのお刺身食べたことないでしょ。はい、結構いいもの上がるんだよここ。うん、64歳、まだ薬飲んでないでよ俺。お魚食べてるから健康なんですね。うん、肌つるいいじゃん。うん、お肌つるつる。ごめんね、綾瀬さんには負けきったわ。上に登って。佐々木さんがメカジキ漁を教えてくれることに。こんなところで取られてるんですか。高いとこ苦手な人怖いですね。怖いよ。怖か。船の上から長さ5メートルの森でつくツキンボウ漁。気仙沼の伝統的な漁法です。一人前になるには10年以上かかると言われるほど。綾瀬さん大丈夫？重た。こりゃこんな重いのでつくなんて、いやこれ大変だ。やってみます。やれ。いやこれで刺さるもんなんですね。でも結構動いて泳いでるから、そうそうその瞬間になるの大変ですよね。大変ですね。大変。でも楽しいよこれ。うん、楽しそうですね。楽しいよ。取れた時の喜びはすごいでしょうね。そうそうそう。そう、一発勝負で一攫千金。男のロマンじゃない。男のロマン。そうです。佐々木さんを引きつける豊かな海に。私も連れて行ってもらいました。行ってきます。出港。あれ何ですか、あの丸いの。これがホタテ。ホタテ。ホタテとかカキ。カキのイカだ。これ全部流れなんだよ。ここ何にもなくなった津波の時。その時陸にいた佐々木さんが考えたのは自分の船を守ること。津波が押し寄せる中、一か八か船で沖に出たそうです。あとものの2分も遅かったら飲み込まれた。うわ、じゃあその津波をもう目の当たりにして見ながら逃げてたんですか。そうそうそう、まあ、かろうじて間一発助かったようなもんだから、まあ、船と命と。大切な船を守り抜いた佐々木さん。漁の道具は津波に流されましたが、借金をして買い揃えました。漁を再開したのは5ヶ月後。再び三陸の海に戻ってきたんです。いたのか、いたのか。佐々木さん、64歳とは思えない身のこなしです。いた、見えた。もうマンボウです。気仙沼では食用として市場に並びます。気仙沼の漁師にとってマンボウは特別な意味があるそうです。マンボウって縁起のいい魚。胸びれを海に戻します。おまじない。
海への感謝を表しています。三陸の海を愛する佐々木さん、私はその生き方に魅力を感じました。粋な生き方ですね。うん、まあ正直幸せだかもがね、うん、幸せ、こういう地に生きて、ね、彼女だから。そうだ、彼女だからね、うん、それ当然毎日デートしてるんですね。いや本当、本当だよ。標高800メートル、やってきたのは秋田県湯沢市にある河原木地獄。なんじゃこりゃ、すごい。あれ黄色いのなん、あれが硫黄ですよ。一年中湯気が立ち上り、温泉が湧き出しています。地獄なんですよ。噴火したらどうなる？爆発大丈夫ですね。怖い。あの地獄の湖がありますよ。すごいじゃないですかこれ。温泉が数多く点在する湯沢市、中でも秋の宮温泉郷は豊富な湯量が自慢です。温泉の町ならではの楽しみ方があると聞き、小さな集落を訪ねました。これ稲穂？かわいいね。かわいい稲穂ちゃん。稲穂。ワンコロがいるよ。こんにちは。何ですかこれ？これは湯のタンク。なんと民家の庭に温泉のタンクが。お父さんは銭湯屋さん？違う。え？普通の湯は普通の家庭の愛なんだ。一軒ずつこう分かるようにこう名前を書いてる。パイプに名前が書かれています。温泉はこれを通って各家に届けられるんです。あ、お家の、うん、お湯ちょっとさ、熱いからな。熱い。これで何度ぐらいあるか分かる？43度。うわー、おっせー、全然すが。45度。まあ、50度ぐらいもある。毎日温泉に入ってるってことだよ。ピンポン。そしてお湯って、あの普通のほら、あれはこう出しっぱなしにするな。出しっぱなしして、いつでも入れるわけ。例えば夜でも何でもいつでも入れる。通じてるか？うん、通じてます。あんだ。毎日温泉ってすごいですね。すごいね。贅沢ですね。うわお。贅沢っちゃ困るんだろう。もう、生まれてからもう、こうだからな、60年。へぇー、すごい。ありがとうございます。んだ。よかった。んだ。通じねえかと思ったっけ、俺。通じた。通じた。町を流れる薬内川。ここにも、不思議な場所がありました。冷たいはずの川から湯気が立ち上り、何やら川底を掘る人たちの姿が。何してらっしゃるんですか？今あの足ついてます。え？足湯？はい。暑いんですか？暑いです。本当だ。すごいね。湧き出しているのは50度以上の温泉。つい油断をすると、あたた。暑いですね。暑いです。こっちからあっちがお水なんです。そう、こっちお水。うおー、気持ちいい。ちょっとだけだ。泳ぎたい。すごいこれ。こんなの家に近くあったらいいですね。あやさんも作ってみませんか。自分のスコップでいいんですか？はい、地
地元の皆さんと一緒に足湯作りに挑戦しました。こんなことすることないでしょ。シャベルでね、玉ねぎもみをしながらこう混ぜて。ここでは自由に瓦を掘り、無料で足湯作りができるんです。わ、なくなった、今残ったから。掘ればね、だいぶ深い。ほら、うんだんだ。あれ、足止めわかります？うん、あんまり言わせない。うんだはわかる。うんだはわかる、あら、よかった。ストップする。あちゃ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 あ、あちゃ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 。向こうの方から川の水入れるんですよ。あ、スコップで。あの石をこう調整したり、砂寄せたりして。あ、そういう感じですね。冷たい水を引き込み、温度を調節します。あ、いいですね。水どんどん入ってます。そうすると、あの適温になるかな。よしよし。もうちょっと。かなり深いな。大きい石取ればね、結構深くなるんです。気がついたら私すっかり夢中になっていました。すごい、素晴らしい。離れろ。やめろ。おい。すごい。すごい。三十分で足湯が完成。ポカポカしますよ。自分で作った足湯に入るなんて初めてです。いやー、最高。あ、気持ちいいね。面白い。なんかまだ不思議な感じがします。あっちが冷たくってこっちが温かいのが出るっていう。でもちっこい時普通に入ってたよね。ちっちゃい頃からですか。川で遊んで、で寒いから来てお湯掘って入って、うわ、で温まったらまた泳ぎに行く。最高ですね。身近に温泉がある暮らし、地元の人たちはその豊かさを観光に生かそうと考えました。そこで始めたのが、誰もが気軽に楽しめる足湯作り。10年ほど前のことです。まあ、自分たちがあの中心というのはおかしいけども、楽しもうということで。なんか楽しいんだよね、やってるとね、うん、あ、次これできるんじゃないかと、うん、みんなで遊ぶみたいな、そういうのやったり。いいですね。なんかそんなこんな街が仲いい、うん、初めて聞きました。いいですね、なんかみんなでって感じがして。住民のアイデアで生まれた河原の足湯作り。全国各地から観光客が訪れるほど人気スポットになりました。ここに道具は全部置いてありますので。川のすぐそばにある休憩所、すべて地元の皆さんの手作りです。スコップなど必要な道具が用意されています。本当だ、かわいい、思わず写真を撮ってしまったのは足型のベンチ。これも作られたんですか。作ってもらったんですね、はい、すごい、はい、皆さんでお洗濯室はい、はい、洗濯部分そんな人がね、気がついた人がね、気がついた人が朝から、はい、なんかあの出前のそうなんですよ。近くの食堂のメニューを発見。休憩所まで出前をしてくれるのかと思ったら。どうも、お待たせしました。あ、来ましたね。あ、来たな。なんと河原まで料理を持ってきてくれるんです。いいですね。美味しそう。そう。いつもここに出前されてるんですか。そうですね。うちがすぐ近くなんで、でお電話もらえれば配達いたします。いただきます。いただきます。うん。うん。うん。美味しい。美味しいですね。美味しいです。今日頑張りましたもんね。頑張りましたね。うん、足湯に浸かって体も心も温かくなりました。
こうやっていろんな写真を見ていると、さまざまなところに行ってたくさんの方々に出会って、こういろんなことを教えてもらったりお話しさせてもらったなっていうのを思い出しますね。この1年、私は東北で伝統を守る職人や地元を愛する人たちに出会いました。印象に残ったのは東北の女性たちの強さと優しさです。ジョー、ありがとなし。私が大河ドラマで演じている新島八重は、常識にとらわれず新しい時代を切り開きました。そんな八重のような女性に東北で出会いました。変えていけばいい。まずはこちら、お座敷文化が残る山形県酒田の芸妓、力也さんです。お声がすごい通りますね。ありがとうございます。15の年にこういう世界に入った。からずっとずっと戦前100人近くいた酒田の芸妓、力也さんはその伝統を受け継ぐ数少ない一人です。足上げすぎだるな。今力を入れているのは若い舞妓たちの指導です。センスツツツチチリツツのよハテントカイチチテンレント。姉さんはとても怖い存在だったんですけど、今では家族みたいな。まあ育ててるのが楽しみですけどね。かっこいいですね、やっぱりね。なんかこう一つのことをずっとやり続けて、それを極めていくっていう、でどんどんこう伝統を伝えていくっていう、またなんか一見すごく厳しそうだけど、教えている舞妓さんたちに対しての愛情みたいなものはすごく感じられて、こう本当はすごく優しくて愛情深い方なんだろうなっていうのが分かりましたね。八重のような女性はこちらにも。福島県郡山にはデコと呼ばれる張り子人形を作る職人さんがいます。橋本麻さん、25歳でお嫁に来てから60年以上デコを作り続けています。お盆と正月以外休んだことがないそうです。今おいくつなんですか？92歳だよ。ずっと92歳。92歳。おばあちゃん手が大きいですね。こんなのして力つけるからだんだん大きくなって、おばあちゃん投資は取ったんだけども、結構こうしてやってられるの。でも楽しそうですね。楽しくなくちゃできない、ね、好きですか？半分は好きじゃなくちゃできない。かわいいですね。92歳には思えませんよね。なんか何歳になってもこう自分の好きな仕事とかできる仕事があるっていうのはすごくこう羨ましいなっていうふうに思いました。ひょっとこの面を作っているのは朝さんの息子ひろじさん。実はこのひろじさんがとても楽しい人だったんです。私が撮影していると、神様で一緒になるっていうか、なるほど、なんか楽しそう。あのお面をつけるとね、急に踊り出して人が変わるっていう。最後なんかピンクの着物みたいなのも着て踊られたのがあって、結構衝撃的でした。岩手を代表する伝統工芸、南部鉄器。400年続く工房で初の女性当主となったのが熊谷椎子さんです。昔はこの工場って女性は入れなかったらしいですね。ちょっと男性の仕事だなという感じは自分でも思ってましたので、
最初は大変でした先代のお父さんを亡くし家業を継いだのは40歳の時、伝統を守りながらも女性ならではの繊細なデザインを取り入れています。皆さんの鉄のイメージって黒い塊なんですけれども、軽い感じとか柔らかくてあったかい感じを持たせたいなと。すごいですね、ああいうものを女性が男性社会に入って受け継いでいくっていう、そもそもその40歳でそういうことをやり出すっていうこともすごいなって思いますし、穏やかな方だったんだけども静かにこうなんか燃えてる感じがすごいありました。ここで綾瀬さんにサプライズ。あら、誰からだ。あ、あらただいま準備中かっこいいだけで。あ、朝さんもひょっとこみたいな動きはできるんですか。できない、うん、かわいい。あやすさん、元気ですか。この間はどうもありがとうございました。我々も元気で、姿毎日やってます。おー、よかったよかった。おばあちゃんも元気でやってますよ。あやすさんが来た後、皆さんいっぱいばあちゃんに会いに来てくれました。ばあちゃんのお手手はでっかいもんで、みんなが握手するみたいにしましたよ。喜んで帰りますよ。大変にも上手だね。ありがとうございます。昨日見たけども、大変なこともあるでしょうがね。頑張ってもらっていい人になってくださいってお願いします。腰を下ろして腕立てしたり、こう伸ばしたり、こうやんだよ。痛いとこは余計こうなせびるわい、痛くなくなんだよ。ほんで体すっかりこういうふうに動かしたり、こういうね回したりちゃんと、5回ずつから10回ずつこんなに回して。風もあまりしかないですよ。バタンじゃ負けるね。そうだからこれ元気でいられるのかなと思っちゃう。じゃあまたね、元気でね。あら、息子さんもお手がでかいですね。お手がでかい。大きいんだ。朝さんの元気なハッピーな姿とか、ひろしさんのひょっとこ踊り見させていただいて、元気をいただきました。私も体操して長生きするぞ。福島県南相馬市、私が訪ねたのは今からちょうど1年前、去年10月のことです。緑豊かな森の中を歩いていくと、突然目の前が開けました。へえ、なんだろう、牧場のような広い場所です。わあ、大きいですね。そうですね、サラブレッドですね、はい、サラブレッド、はい、頭をなでてやったり、クリムトをこうやると馬はこう割と落ち着くっていうか、優しさを出してくれるんですよね。佐藤伊佐夫さん60歳。佐藤さんはある目的のために馬を飼っています。おー、あったかいな。海になったら、まつげ、まつげ、かわいい、はい、なんか顎ひげがある。うん、ひげがあるんですよ。へえ、ここのお祭りがあるんですよ、はい、そのお祭りのための馬なんです。お祭りのために、はい、そのお祭りに私毎年出場するもんですから、相場として飼ってるわけなんですよ。へえ、ペットとして、はい、ペットとして、はい、
全軍進軍隊。相馬野馬追、福島県相馬地方で鎌倉時代から続く祭りです。先祖から受け継いだ旗を刺し、甲冑姿の男たちおよそ400人が練り歩きます。天皇の皆様におかれました、盛大な拍手を持ってお出迎え願いたい。年に一度の祭りには毎年10万人以上の観光客が訪れます。祭りのハイライトは甲冑競馬、侍に扮した男たちが速さを競います。野馬追で活躍するのは相馬の男たちの憧れです。命がけのお祭りで血が燃えるっていうか、やめられないっていう。すごい長い歴史があるんですか。1014年と言われてますので、はい、私は野馬追出たのは、20歳の時ですね。20歳から、はい、勇ましく馬を走らせる姿に幼い頃から憧れてきた佐藤さん。20歳になると同時に野馬追に参加、甲冑競馬で優勝したこともあります。金属加工会社のサラリーマンだった頃も祭りと馬への情熱は高まるばかり。10年前家族を説得して馬と広い荒れ地を手に入れました。仕事の合間を見つけては荒れ地を整備、3年がかりで馬専用の運動場を作ってしまいました。若い時とかは全部借りる馬でやってたもんですから、やっぱり自分の馬、自分の気持ちが伝わる馬でお祭りに出たいというふうに思ってました、はい、ところが震災で相葉と離れることになりました。馬は北海道の牧場へ、佐藤さんは家族と仙台へ避難。南相馬で相葉と再会できたのは8ヶ月後でした。馬との生活をずっとしてきたもんですから、やっぱり離れるっていうのは、やっぱり寂しいですよね、はい、じゃあ久しぶりに再会できて。そうですね、はい、子供みたいなもんですね、馬はね。やっぱり顔見れば泣いてくれるとかね、やっぱり伝わってるのかなっていう気持ちになりますね、はい、今も奥さんと娘さんは仙台の避難先で暮らしています。家族離れ離れの生活ですが、佐藤さんは相葉の世話をする毎日を大切にしています。気持ちいいな。すごい覗いてる。これはうるさい馬なんですよ。これは私の持ち馬なんですが、もう強いんです。で、これは12歳になって、人間でいうとどれくらい、やっぱり60歳。じゃあ佐藤さんと同い年ぐらい。そうですね。ほんとベロがペロってたまに出る。ペロッペロッ。なんかリズム取ってんのね。ふるさと南相馬、佐藤さんは相葉と共に年に一度の野馬追を目指します。燃えてくるっていうか、胸ワクワクっていう感じありますね。盛り上がってますね。
うわーすごい、すごい人。おーすごい、危ない。昔からのそういうなんていうんですかね、ああいう侍魂みたいなのを忘れないっていうか、ああいうのをずっとやっぱ続けていくっていうのがすごいですよね。突然ですが、綾瀬さん、スタッフは見た、え、あ、こっちか、ごめんなさい。綾瀬さんってほにゃらら嫌い。答えは？なんだろう。虫？わかった。匂い。バフン？え？踊り？山形県酒田での一コマ。これからやるのはお座敷遊びでおまわりさんっていうのをやります。あ。いや。じゃんけん？ではありません。確かに弱いですが。負けてばっかり。そうなるの、出す手が同じだもの。私？うん、あれ本当ですか？うん、だいぶハサミが好きだね。これはっこんぴらはんぴ、あ、なんかお上品ですね。私わーとかやってんのに。もう一回、はい、ゆっくりいきますか。駆け引きしますから。綾瀬さん、負けてもなかなか諦めません。あ、やったあ、負けず嫌い。正解。遅い、気づくの。いや、ゲームごとに対してすごいですよ、私。負けるともう一回っていう。ちょっと先生、すごい早くしてください。今下飲んだもん。もう下。さらに負けず嫌いがヒートアップ。結構燃えますよ、あれ。勝ち続けるまでやりたいっていう。それではもう一問。綾瀬さんってほにゃららが止まらない。止まらない、なんだろう。食欲？ときめきが止まらない。違うか。答えは食欲、それともときめき。綾瀬さんが福島県の喜多方で出会ったのは井上敦史さん。江戸時代から続く味噌蔵のご主人です。自慢の味噌を生かしたカフェも家族と一緒にやっています。高虎です。息子の高虎くんです。おはようございます。おはよう。あ、笑った。ここから綾瀬さんの素顔が。あ、お腹が空いた。おいしそう。合ってる。
正解は食欲が止まらない。美味しかったな。早速見てみましょう。美味しい。一人で食べてて悪いのね。悪いわねじゃないですよね。食べたい。食べたい。味噌ソフトにご満悦。食べ過ぎ。全部食べちゃいます。いえ、食べません、ごめんなさい。食べ過ぎ？うん、そんなことないです。あ、みんなで食べたい、みんな回るよね。じゃあそうします。だってもうちょっと食べていい？もうちょっと食べて。しぶしぶ、しぶしぶあげる。撮影後、名物の喜多方ラーメンまで平らげました。見事な食べっぷり、恐れ入りました。美味しかった。見てて、でも気持ちがいいですね、よく食べて。自分で言うなって。こんにちはって言える？こんにちは。こんにちは。あ、ちょっと大きくなった。なんだよ。じゃあママも言うよ。あやせさん、こんにちは。こんにちは。この間は喜多方に来ていただいてありがとうございました。街がすごく元気になりました。八重の桜浜で綾瀬さんを見ると、あ、綾瀬はるかだってね、ね。恥ずかしいの。この秋、新メニュー作りも始まりました。秋の新メニュー。喜多方で採れた栗を砕き、味噌と砂糖を混ぜて溶かします。モンブラン？違うか。あ、美味しそう。あ、ありがとうございます。これ何て言うんだったっけ、これ。栗巾着。栗巾時？いえいえ、栗巾着。井上さんの新作です。うわー、美味しそう。いただきます。美味しい。少し味噌の味がする。いや、また一人で食べてみたいになってる。食べちゃおうと。10月、私は青森県の藤崎町を訪ねました。自然が豊かで農業が盛んな地域です。世界一の生産量を誇るリンゴ、富士発祥の地でもあります。ここにリンゴのようにフレッシュな若者たちがいると聞き、会いに行くことにしました。向かったのは農園の中に佇む小さな建物。こっそり訪ねてみると、綾瀬と申します。お願いします。文字子。瀬戸に簡単な自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、綾瀬はるかと申します。ちょっとリンゴのことを習いに来ました。一日ですがよろしくお願いします。じゃあですね、綾瀬さん、この瀬戸の後ろの席にどうぞおかけください。はい、すいません。失礼します。懐かしいですよね。懐かしい。はい、今ここに絵を描きました。弘前実業高校リンゴ科。
日本で唯一フルーツの名前がついた学科です。中でもリンゴの栽培を専門的に学ぶ果樹班は10人、多くは実家がリンゴ農家です。名前は岩谷優斗と言います。この学校に入った理由はリンゴのことを今までよりもっと詳しく知るためにこの学校に行きました。好きなスポーツはバスケットボールです。よろしくお願いします。川越ゆきです。この学校に入った理由は将来農家になりたいと思って入りました。将来リンゴ家を継ぐために勉強しに行きました。最近の趣味は民族風の音楽を聴くことです。よろしくお願いします。生徒の顔と名前は一致しましたか？少し思えました、はい、例えばですね、お隣の生徒、この子は何て言うでしょうか？ゆうきさん。おお。民謡、民族音楽を聴くのが趣味。かわいいね、リンゴ畑。そうっすね。ちょっと待って、未だに緊張感。もう慣れろよ。だって隣、あやせはるかさんだぜ。あ、うん。あ、そう、うん。無理だね。頑張れ。無理。君の一歩が何かを変える。生徒たちが世話をする農園です。よく見ると、その中にリンゴ科ならではの木がありました。リンゴの木についているのは生徒の名前。入学した時に一人一本リンゴの木が割り当てられているんです。生徒一人一人のマイツリー。愛情をかけて育てたリンゴは修学旅行で販売します。自分のリンゴの木を育ててみてどうでした？やっぱり自分のリンゴの木ということで、うん、成長過程というか、うん、花から実になっていくところとか見るのがとても楽しくて、うん、春が一番楽しいです。なんで？花がとても綺麗なので。あ、リンゴの花？はい、リンゴの花を見てるのがとても好きです。成長を見守りながら愛情を込めて作業を続けてきた金沢くん。その甲斐あって金沢くんの木にはたくさんの実がなりました。これは玉回しという作業。まだ青い部分に日を当て赤く色づかせます。光に当てるようにリンゴを少し回す。でこれを全てのリンゴで。はい、大体こんなものですか？うんうんうん。ちょっとやってみる。こっちのリンゴ。はい、面白いね。はい、いや慣れると上げてくるんですけど。今泉がお父さんがのリンゴ農民。ああ、もう家の家族の両親ともに一緒にやってます。それを継ぐの？あと、はい、いつから継ぎたいと思ったの？中学生の時くらいからですかね。高校を卒業したら実家のリンゴ農園を手伝いたい。今泉くんは私にそう話してくれました。今泉くんの家は4代続くリンゴ農家。家族で400本の木を育てています。幼い頃から収穫を手伝ってきました。リンゴ作りに真剣に向き合うお父さんの背中を見て育ったといいます。大体週末になると部活休んでもやる時もあるし、工夫次第で甘みや色づきが変わるリンゴ。その奥深さをいつも教えてくれるのはお父さんです。おめえいりな、おい、邪魔しゃねえ。しかし、楽しいことばかりではありません。
사귀는데 부담이 좀 나. 그러시면 말이자 마다마이자 台風や冷害など 天候がリンゴの出来や出荷量に影響します。今年9月の台風では収穫前のリンゴに大きな被害が出てしまいました。いつかうちも相当自然の災害を受けてさ、年収がガタ落ちた時間だ。普通暮らしていけないぐらいの年収まで下がっちゅうんだ。そんずれは子供さやってくれって言えるのかなと思ったもん。しかし今泉君は厳しい現実を知りながらも家業のリンゴ作りに大きな魅力を感じています。やっぱりチャレンジし続ける職業ですよね。こういうのはチャレンジしていかないと毎年同じことして同じくなるってわけでもないから、だから面白いでいい。それさどうアタックしていくかは自分のやり方次第でみんな変わってくるはんで。伝わってろ。おそらく。生徒の愛が詰まったリンゴ、私も食べさせてもらいました。この失敗したな。うん、甘い。甘いですか。あー、よかった。はい、チーズ。あー、いい感じ、自然。照れてる。あ、全部食べた。するしか残らないと思う。そう。食べた？種まで。すごい。え、みんなはいないの？好きな人。いやあ、こっちいるチーム？こっちいるチームです。そうなんだ。いる？彼女いないっすね。欲しい？まあ、まあ、それなりには。それなりに。家を継ぐ？はい。決めてる？はい。すごい。将来もそのまま親を助けてやりたいから力になるために今勉強を頑張っています。すごいですね。みんなしっかりしてる。生徒はですね、面濃いです。面濃い。面濃い。本当に面濃い。お家のリンゴの経営に取り組みたいとか、もしくは自分の夢を叶えるために勉強したいとかっていう、聞いてるうちにこうこっちが背中を押したくなるような、すごくこう純粋な子が多くてですね。じゃあさ、今の仕事に就こうと思った時期っていうか、高校2年生からやってんだよね、お仕事。はあ、結構早いっすね。うん、早いよね。なんかこう仕事をやっていてこうぶち当たる壁とかってありますか？その都度ある気がするけれど、気づいたら乗り越えてる。多分もがいてるんだろうけどね。 ありがとうございました。答えになってるかな、ちゃんと。なんかあとほら、先輩とかさ、そういう人たちに相談したりするのはすごいいいかもね。なんかいっぱい遊んでいっぱい勉強してほしいですね。なるほど。私が言うのもなんですけど。いえいえ、ためになります。リンゴも恋も一生懸命な生徒たち。真っ赤なリンゴのように大きな夢を実らせてくださいね。誰ですか？旅で出会ったあの人が駆けつけてくれました。あらこんにちは。佐々木のお父ちゃま。あれ、どうも。気仙沼の漁師、佐々木さんです。来てるんですか、ここまで。そうです。いやー、ありがとうございます。どうも。
元気そうですね。お久しぶりです。その節はその節はありがとうございました。いやーえメカジキ、メカジキ、はい、メカジキは今が旬。綾瀬さんが訪ねた時より一層脂が乗っています。さっきお刺身が食べたいって言ってたんだよ。本当に本当に、ジェジェジジジ。今回はホヤないんで。ホヤないんだ今回。残念だった。そうだ、急にホヤびっくりしたんだ時。まずはちょっと変わった刺身から。気仙沼の名物です。クジラ偉いですよね。種明かしは食べてから。嫌だったらベッド出している。結構揺れるでしょ。うん、ムミムシュっていうか、サメの心臓です。うわっ、うわ、そう言ったらあれ食われんだよ絶対。だから言わなかったら。サメの心臓、綾瀬さんのようにこう精力的に動いてる人はここで食べた方がいいです。これはあの漁師のまかない料理なんです。メカジキのある部分なんですが、わかりますか。うん、おいしい。ネギトロみたいな味がします。そうそうそう、メカジキの目、うん、コラーゲンたっぷりです。メカジキの目玉です。あの、うん、はい、これはお店ではないです。へ、はい、美味しいでしょ。目な感じがしない、うん、今度のメカジキ味が違うはずなんですよ、うん、うんうんうん、どうですか。美味しい。美味しいでしょ、うん、なんか脂がすごいですね。イコール美味しいでしょ。イコール美味しいでしょ、うん、止まらない。まあよかったですわ。あのあえてやしお刺身食べたかったつどこさん持ってこれたんで、うん、はい。佐々木さんのこれからの夢は何ですか。メカジキはお刺身で食べるものですよっていうことを、うん、白目台っていうのがまあ夢っていうかな、うん、目標、うん、目標っていうかな、うん、はい。まだ震災後3年にもなるんだけども実現はしてないんだけども、うん、あのね、我々の取る魚をもっとこう大切に食べてもらい、美味しく食べてもらいたいっていうのが夢ですね、うん、夢、うん、夢。じゃあこれからもこうお魚たくさん取り続けてくださいね。任せます。東北6県8カ所の旅、四季折々の美しい風景に身を置くだけでなんだかほっとする自分がいました。そして私の心に残ったのは東北で出会った人たちの笑顔、その優しさと包み込むような温かさに触れ、ふるさとに帰ったような気持ちになりました。あの笑顔に会いに、私の知らない魅力を探しに、また東北へ行きたいと思います。ただいま東北。